アスカ時代、アスカ時代は日本の歴史の時代区分の一つ。講義にはアスカに旧都が置かれていた、ス春天皇五年、五百九十二年からは同三年、七百十年にかけての百十八年間を指す。抗議には、聖徳大使が摂政になった、水古天皇元年、五百九十三年から、藤原経営の戦都が完了した、地頭天皇八年、 六百九十四年にかけての百二年間を指す。飛鳥時代は古墳時代、大和時代の終末期と重なるが、今日では分けて捉えるのが一般的である。この時代、水古朝では飛鳥文化、天武、地頭朝では白鳳文化が花開いた。また国号が和から日本へと変えられたのも、当時、首都であった南馬宮で行われた大化の改新以降であり、 この時代と考えられている。現在の奈良県高市郡アス村付近に相当するアスの地に宮ヤとが置かれていたとされることに由来する。アス時代という時代区分はもともと美術史や建築史で使われ始めた言葉である。1九百年前後に美術学者の関野忠と岡倉天心によって提案され、関野は大河の改新までを、岡倉は平城系遷都までを、 飛鳥時代とした日本史では、通常、岡倉庵のものを採用しているが、現在でも美術史や建築史などでは、関の庵のものを使用。大化の改新以降を白鳳時代として区別することがある。538年、戦火天皇3年に、九だの聖王、聖明王が、釈迦仏像や教論などを朝廷に送り、仏教が公伝されると、587年。 陽明天皇二年、天皇の仏教記へについて、モノノベモリアと、蘇我馬子が対立。後の聖徳太子は、蘇我氏側につき、武力抗争の末に、モノノベ氏を滅ぼした、日野と羊の乱。モノノベ氏を滅ぼして、以降、約半世紀の間、蘇我氏が大臣として、権力を握った。五百八十八年、ス春天皇元年には、蘇我馬子が飛鳥に、奉公寺。 アスカデラの混流を始める。592年、二年、ュ春天皇五年、蘇我馬子は、東後駒を使い、ス春天皇を暗殺すると、日本初の女帝となる、水古天皇を建てた。593年、ス古天皇元年、聖徳大子、馬屋と王子が皇太子に建てられ、摂政となったという。603年、ス古天皇十一年には、下に十二回を制定。 聖徳太子が604年に十七条憲法を作り、仏教の交流に力を注ぐなど、天皇中心の理想の国家体制づくりの石を築いた。607年、水古天皇十五年、小野芋子らを隋に、憲隋使として使わして、隋の皇帝に、秀るところの天使、将を日没するところの天使にいたす。筒がなきや、うんうん。 日出書天使松室書美没書天使無用云々ぬの上、標文、国書を送る。留学生、留学像を隋に留学させて、隋の文化を大いに取り入れて、国家の政治、文化の向上に努めた。620年、水古天皇28年には、聖徳大子は、蘇我馬こと、天皇記、国記、神殿との宮津子国像180部平公民、東本記を記した。 国造制が遅くとも水戸朝頃には全国的に行われていた。国の宮津ことは王権に服属した各地の有力豪族に与えられた一種の称号で大和政権の地方行政的な性格を持つものである。621年、水戸天皇29年に摂政であった、聖徳太子が626年、同34年には、蘇我馬子が、 さらに六百二十八年、同三十六年には、水戸天皇が没した。日本歴史上初めての女帝の時代は三十六年間の長期にわたった。聖徳太子と水戸天皇が没した後は、蘇我蝦夷とこの蘇我イルカの戦王ぶりが目立ったと、日本初期には記されている。水戸天皇没後、皇位継承候補となったのは、女名天皇、田村王子と山城の大慶王。 衝徳太子の子であった。エゾは、水古天皇の遺言をもとに、除名天皇を擁立するが、同族、境辺のマリセは、山城の太平王を押したため、エゾに滅ぼされる。除名天皇の没後は、王岐先である宝王女が、皇玉天皇として即位した。さらにエゾ、イルカの戦王は激しくなり、蘇間エゾが自ら国政を取り、紫の冠を使用したことや、643年、 皇玉天皇二年、聖徳太子の子、山城の体系を一族、上宮王家を滅ぼしたことなど、蘇我氏が政治を欲しいままにした。六百四十五年、皇玉天皇四年の木の富の変で、中野大江の王子、中富の鎌子、藤原鎌たりらが、宮中、飛日歌舞伎宮で、蘇我イルカを暗殺し、蘇我絵像を自殺に追いやり、半世紀も続いた蘇我氏の体制を滅ぼした。 新たに即位した高徳天皇は日本で最初の言語の大化を制定するなど次々と改革を進めていった大化の改新。日本初期の記述によると645年大化元年12月には東南波長井豊神先にいている。翌646年大化二年正月には改新の御事の利を占して政治体制の改革を始めた。 その後も、今までは、蘇我氏の大臣一人だけの中央官制を、左大臣、右大臣、内大臣の三人に改めた。東国等の国史に、戸籍調査や田畑の調査を命じたとある。六四十九年、大化五年、この頃、氷の性を定める。六百五十年、白地元年二月十五日、穴戸国、後の長戸国より献上された白地により、改元する。 高徳天皇が死没した後は、中野大江の王子が政治の実権を握った。中野大江の王子は何らかの理由により、行為にはつかず、母である皇玉上皇を再度即位、重訴させた斎明天皇。斎明天皇没後も数年の間、行為につかず、皇太子の地位で政務に当たった、天皇の位につかずに政務を取ることを称聖という、 663年、天智天皇二年、くだらの国家復興に助力するため朝鮮半島へ出兵したが、白月の絵の戦いで、白木、東連合軍に大敗した。そのことは、当時の支配層にとっては大変な脅威であり、日本列島の各地に防衛施設を作り始めるきっかけとなった。六十四年、天智天皇三年、畜死に、打財府を守る水木を作り、 津島、沖、筑紫など、朝鮮半島方面の日本海に、先森や帆を置いた。666年、天智天皇五年には、日本国内の下だら人二千人余りを東国へ移すなど、防衛施設の整備が進んだ。667年、天智天皇六年、都の城も防衛しやすいように大津宮に移された。その他、山戸に、 高安城が築城されて、佐抜に八島城が築城されて、津島にカナダ城が築かれている。668年、天智天皇7年に皇太子だった中野大江の王子が即位して、天智天皇となる。670年、天智天皇9年、全国的な戸籍、交互年弱を作り、人民を把握する、国内政策も推進した。また、 道国に柵を作った。天智天皇が没すると、天智天皇の弟である大天王子、後の天武天皇と息子である大友美子、明治時代に公文天皇と死亡され、歴代に加えられるとの間で争いが起こった。672年、公文天皇元年の人心の乱である。この戦いは、地方豪族の力も得て、最終的には、 大甘王子が勝利、即位後に天武天皇となった。天武天皇は中央集権的な国家体制の整備に努めた。六百七十二年、天武天皇元年の末に宮を明日香清美原の宮に移した。官人東洋の方、皇子の千の廃止、貴族、社寺の山、島、裏、林、池などの変換、被害の豪族と才能のある百姓の任官への道を、 開き、官人の異界昇進の制度などを新設したりといった、諸制を行った。681年、天武天皇10年には、律令の返纂を開始した。5年後の686年、首長元年に、天武天皇は没する。8年後の689年、児童天皇3年には、諸子に、例一部、全22巻で構成される。 アスカ清見原の例が定めされ、反復される。律は返算されず、党の律令制度である、党ただしをそのまま用いたのではないかと考えられている。人民支配のための本格的な戸籍作りも開始される。690年、自党天皇4年には、後院年弱が作られ、6年、一蔵の増積の出発点となった。九十二年、自童天皇六年には、 機内に反ン大部ライブを派遣、高知公民性を基礎とした反ン州事法を実施した。702年、大法2年には、大法令に基づいた最初の増積が行われ、国民一人一人が政府に把握されるようになった。さらに、上理性による高知の区画整理が進み、ハンが与えられた。694年、自党天皇8年には、 日本初の本格的都の城となる藤原慶二とを移した。自東天皇は、この草壁御子に位を譲るつもりであったが、創生したため、孫である文武天皇を即位させる。この間、党の律令制度を基本に、律と礼に基づいた政治を実施するために、七百年、文武天皇四年に往診に、礼文を読み集させ、律城を選定する作業に取り掛かり、 翌年の701年、文武天皇五年に大法律令が制定された。これにより、天皇を頂点とした、貴族、官僚による、中央集権支配体制が完成した。これをもって、一応の古代国家成立と見る。中央行政組織は、大上官と人議官による二官八将制が取られ、地方行政組織は、国制度、軍制度、里制度が取られるようになった。 祖、伊佐を、朝の税制が整備され、国家財政が支えられるようになった。また、律令制度の施行に伴って生じた不備などを調整する目的から、慶運の改革が行われた。文武天皇の死後、母の元明天皇が即位、七百十年、和道三年に、平城経営戦とした。その他、飛鳥村の多数の遺跡、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。